ゆきちさん、おはよう。ちょっとおいで、ゆきちさん。はい。はい。噛まれそうだ。誕生日おめでとう、ゆきちさん。じゃあ、ゆきちさんだけ特別にご飯あげよう。ティッス。だらけでーす。今日はですね、うちのヒョウモントカゲモドキ、ユキチさんの動画です。で、うちのユキチですね、12月6日が誕生日で、まあ、12月の10日にお迎えしました。生後4日でね、うちに来たんですけど、ちょ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 、はい、僕がお迎えしてからも、まあ、ほぼ4年が経つということでね、記念の動画を撮影しております。で、ユキチさんはですね、僕のお客さんのところですね、いつも髪の毛を切らせていただいているお客さんのところで繁殖して生まれた子で、まあね、生まれもうすぐしたら生まれそうですって言って、もしあれだったら飼いますかって言われて、まあひょんなことから僕のところに縁あってお迎えした女の子になります。ねえ、まあ、この諭吉さんから僕の爬虫類沼が始まってですね、今となってはすごい大所帯になってるわけですけども、まあ、諭吉なくして僕のこの YouTube すらもなかったかもしれないですね。だから今見ていただいている皆さんとの出会いも、この諭吉をお迎えしたからこそできたんじゃないかなと思っております。で、無事ね、生後4日で来て4年ですよ。もう早いですね。まあ、しっかり大きく今もね、元気にね、育ってくれてて、まあ、何よりです。もう最近はね、ちょっとビバリウム飼育にしてからね、結構何て言うんだろう、落ち着きがないというか、まあんま触るなよこの野郎みたいなね、感じになってきましたけど、まあそれでもあんまり凶暴なところとかもなくですね、しっかり餌もね、食べてくれております。で、今日はね、まあ諭吉さん誕生日なので、まあ、特別にですね、こちらをご用意いたしました、諭吉さんに。じゃん、はい、ハニーアームですね。まあ、こちらをね、諭吉さんに特別に、見える？これあげるよ、これ。こちらをね、諭吉さんにあげていきたいと思います。まあ誕生日なんで4匹用意しましたので、まあ、諭吉さんに4匹あげていきたいと思います。まあ、ほんとね、こう、皆さんね、どんなに100匹飼ってようが200匹飼ってようが、みんなね、こう、やっぱりその1匹目から始まるわけですよ。やっぱファースト生態っていうのがいると思うんですけど、僕の場合はね、亀をね、まあ20何年飼ってたんですけど、まあ亀もその当時20年前にね、あっという間に4匹ぐらいまで増えて、今1匹しかいないんですけど、まあ、ハマりましたけど、まあ、実際今よりね、どっぷり沼にはまったのはもう完全にこの諭吉さんの、ちょっと俺の手かまない。ね、もう、おかげかと思います。今となってはね、楽しい爬虫類ライフをね、諭吉さんのおかげで送れてまして、まあね、爬虫類をきっかけで知り合ったお友達もできて、本当ね、嬉しい限りです。で、 YouTube でもね、たくさんの方と絡んでいただきまして、諭吉さんがもう、なんだろうな、こう届けてくれた人とのね、ご縁もたくさんあって、もう本当にね、諭吉さんをお迎えしてよかったなと思ってる限りでございます。これからもね、まあ、本当10年20年と長生きしてくれたらいいなと思っております。ではね、ちょっと諭吉さん、せっかくなんで4歳になった体重をね、測っておきたいと思います。よいしょ。よっ、ちょっと乗っていき、ちょっとこらせ、76.6g ですね。まあ本当に1歳になった時ぐらいの体重をずっとキープしているような感じで、まあデブりすぎてる感じも、まあ、ないかなと思うので、まあこのままね、まあ、今のペースでうまく飼育していけたらなと思っております。
はい、というわけで今日はね、うちの、まあ、ほんと象徴的なリオパなんじゃないでしょうか、ゆきちさんがね4歳を迎えたので、まあ、そちらの動画を撮ってみました。ゆきち可愛いねって、おめでとうっていうコメントや、まあ、その気持ちの入ったグッドボタンぜひねしていただけると、あのゆきちも喜ぶと思います。まあ俺がもっと喜ぶけどはい、というわけで今日はうちのヒョウモントカゲモドキゆきちさんのバースデームービーでした。それではまた、ブラケでした。バイバイ。